卒の方、フリーターの方、第二新卒の方は DYM 就職、あなたに合った求人をピンポイントでご紹介します。詳しくは概要欄をご覧ください。チーム女子、はい、チームピロシキ、はい、今回は早押し連想クイズというクイズをやります。今から9つのワードを言っていきますので、それにまつわる単語をお答えください。大豆、正解。スラムダンク、正解です。もうピロシキチームが優勝なんじゃない。メガネ、あ、正解です。これ本当に優勝しちゃう。みんなバカなんじゃない。続いての問題です。はい、フィンランド、妖精、サンタさん、クリスマス、サウナ、違います。ピーターパン、違います。クリスマス、違います。雪国、違います。トナカイ、違います。ソリ、違います。一回進めます。はい、サウナ、違います。言いました、サウナ。小説、絵本、ピーターパン、違います。ピーターパン言いました。ハリーポッター、違います。グリム童話、違います。トーベヤンソン、多分作者よこれが。谷、トムソーヤ、違います。ピノッキオ、ロードスライディング、違います。風の谷のナウシカ、違います。ハリーポッター、違います。言ったよ、言ったよ。ちなみにハリーポッターはイギリスです。そうですね。テーマパーク、ウォルトディズニー、違います。埼玉県飯能市、スナフキン、はい、ムーミン、正解です。これ何なんだよ、何。誰が当てた今。ジッサー、よく出てきたわ。ムーミン、ムーミン、ムーミン聞いてね、あーってなったね。続いての問題、バーボン、カレー、違います。バーボンですね。あ、そうか。バーボンは多分焼酎かなんか、焼酎じゃないですか。ウイスキー、ウイスキー系だよね。ヒゲ、エサ、ゴルゴ13、違います。何笑ってんのよ。ブラックニッカ、違います。隣のトトロ、バイオ、どんぐり、あ、違います。欲しそうやったね。そうだったね。クスノキ、違います。バイオエタノール、トルティーヤ、スープ、イネ科、ポップコーン、コーン、トウモロコシ、あ、正解です。そう、そっか、一回ドヤ顔あるんだよ。ドヤ顔うざいのよね。でもこっち見てるよ。なんだよ、女子とかどうでもいいのよ。悔しいわ。悔しい、ほんとに。コーンの前なんて言った。コーンの前、うん、どんぐり、どんぐり。トウモロコシの前なんて言ったっけ。コーン、コーン。え、日本語でなんて言うんやったっけ。あ、そういうことか。英語がベースやから。イネ科とか、かゆい、なんかもうすごい目が回ってくる。イネ科なんやな、トウモロコシ科じゃないんやな。トウモロコシは何が関係あるの。食べるからでしょ、はい、これメイちゃんがさ、はい、トウモロコシって生物学的にありえないものなんだって。来た、宇宙から。宇宙人が人間のために作ったらしいよ、ほんまに。でもそれ聞いたことある。ありえへんね、生物学的にそんなわざわざ人間の食料になるシステムになるのか。とにかく後でみんな調べてみて。めっちゃ気になるやん。チャンネル登録してね。続いての問題、オートバイ、ピアノ、広瀬すず、いすず、違います。普通のトラック。マグロ、さくらももこ、静岡、あ、正解です。あ、すごい。誰が正解したの。今ちょっと言うと、さくらももこ、爽やか、熱海、お茶、富士山。爽やかまで言われたら多分分かってた。爽やかって何。ハンバーグ屋さん、ハンバーグ屋さん言ってね、ハンバーグ切って押し付けてね、あれ食べてみたいね。爽やかってあれもそうなんや。ハンバーグ食べたくなってきた。じゃあ続いての問題、ラスト、はい、ラスト、はい、これ決めたいね。ラスト、10ポイント急に逆転できるみたいな。いや、それ嬉しくないからさ。なんかご褒美あんの、得点あるのだったらね、いいんじゃない。チンが見れる。あ、ご褒美がないと頑張れないんですか、皆さんは。おらそうよ、あった方が頑張れる。あんただってご褒美がなくて働ける。余裕でも働けます。何その嘘つきなの。今誰に媚び言ったのよ、カメラの向こう側で。はい、どうぞ。2012年5月22日何それ。あの、5月23日が私の誕生日です。いらねえよ。ってことは大石座、双子座。双子座です。てっぺんぺん、てっぺんぺん、はい、何それ。東武鉄道、LED、 スペシャルライトアップ。液晶テレビ、違います。スカイツリー、正解です。
つまんねえなこのゲーム。いやーもう全部こっちやん。またドヤ顔。いや、ゆうかさ、とりあえず一人でやってほしい。やらせよやらせよ。まあ、続けますと、スペシャルライトアップ新東京タワー、あー空町、墨田区、ね、634m。あれ2012年だったんだ。はい、2022年5月20日開業。2012年、はい、2022年あ、そう、2012年5月22日開業。10年前なんですね。で、てっぺんぺんがスカイツリーのキャラクターの名前。あ、結構早めからヒントが出てたんだね。LED というのは東京タワーが白熱灯を使っているに対して、うん、スカイツリーは LED を使用している。なるほどね。で、東武鉄道は事業主体が東武鉄道を使っている。へー、あ、そうなんだ。建設されてます。どうですか、ラスト。いや、お前、私って賢いなと思ってしまったけど、やっぱそれがね、こうやってカメラの前で証拠として残る、はい、いい企画だと思います。あ、ブスブスブスよ、はい。なんだおめでも、あの正解導くための手前のことはよくわからないこと言ってるからね。確かにね、適当にね。まあ、以上で、ありがとうございます。いい天気だね。